さっき、原付とかのはい。話とかもありましたので、ちょっと、差し支えないければ、みんなは暴走族ですか？いや、暴走族とかではないでないすでか？すね。でもやっぱやんちゃしてバイク乗ってた時期とかはあったっすね。そうっす。バイク乗り回して。その音楽始める前に、やっぱその社会の鬱憤を晴らすのがやっぱバイク乗って、風を感じてそう、ね。自由になってる時だけっていうのがあったのね。確かにありましで、た。それがまた変わってって、どんどん音楽好きになるにつれ、音楽に打ち込むようになったっていう。山梨県なんですけど、自分たち拠点にしてるところが。で、そこでもまだ未だに暴走族いるんですよ。結構街中でもバイパスとか走ってると暴走族とすれ違うんですけど。で、自分たちのその富士雄町っていう PV があって、で、地元の象徴の歌なんですけど、その PV にも暴走族、まだいる暴走族に、確かに。参加してもらって、結構大規模で何人も暴走族を連れて、それ。ような PV なので、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。不上長です。ね、不上長。お願いします。お願いします。